最後の一歩、平常の回収3点と収まって、肩に打たれました。そこを待ってスタートしました。実は先行争いに向かっていきます。まずは外の方から自分に向けるヒントを取りながら中盤の心で先手を返してみました。今は後の人が先行で2番手、その後は5番の回った軍を割る、外からは10番の平常から歩いていきました。佐藤さんは左がいて、7番のスピードサービスの1本で行きます。佐藤ワンダー左は6番ドーアルドスコン、今の星野さんで最高峰から2番ドルマレベルのエース。あとは1コーナーから2コーナーへ、中盤の心で先行1番で行きます。2コーナー4番はもう1と2番手です。内側ピンカー5番、変わったゴーアル3番手に向こう上で前の音を言わせて決めていきました。内側ピンコの間が空いて4番、左が続いています。その後は4番ピンコの間が空いて4番の成功、その後は5番ピンカー7番の途中でさらに、その後1番の下のワンダーと6番ゴーアルを2番ピンコをして、その後2番ピンカー8番の後ろの後ろから2方で2番ピンコ大きさ間が空いて2番ドルマレベルので最高峰です。かなり縦長、前は3コーナーカーブを回す3コーナー中間、9番チョココーネ最終人でリードは3発に4発とあります。5番の川下グローワールが2番手、その人から3番手が3番手が2番手に並んでいって4コーナーカーブで1点通ってベストの9番チョココーネまだリードが4発にござる、追ってくる5番の川下グローワールが2番手、その後川下の3つがり、その後ろの方から追いかけてくるのが3番手が4発にチョココーネ、はい、3連単取りました。